まあまあ、パタヤのジム行った、バンコクとパタヤ。ああ、いいね。やっぱり強いんですね、タイ。恋人いるでしょ、うん、なんか自分の来て自分、うん、なんか何、独身じゃないね、うん、みんな独身じゃない、独身なんかはなんか遊び大丈夫、うん、女の今彼女いるんだから嫌だ、うん、俺一番、うん、喋るだけもダメ、そのまま一番嫉妬する。そうそう、え、喋る友達大丈夫です。タイ語話せますよ、フェンポム、フェンポム、うん、フェンポム意味は、あ、ママ今度ブーバッポンカリーの作り方、あ、いいじゃん、はい、わかりました。パパが今度こうライブやってるでしょ家で、うんうんうん、そこでここで、うんうんうん、なんかグリーンカレーとかさ、はい、なんか作ったり、わかりました。で作ってんのできたらはいって言って、でも作り方は後でまたね、ライブでここでもう一個取っといて、はい、そう、信代さん、さっきまだ教えないな、フェンフォーム意味は何。あ、長田さん待って、やんちゃしてた時いつから変わったんですか。30代前半ですかね、はい、そのぐらいから変わったと思います。はい、ケントさんこんばんはです、ありがとうございます。アロイマ、アロイマ、アロイマ意味はお超美味しい。サンボマスターさん、バロバロはダメですよ、太鼓うまいね、そのバロバロダメです。バロバロ何。うん、ティーポイさん、そう、豊かはいいやつです、すごく。ティーポイさんずっといるね、ありがとう。うん、ティーポイさんみんなずっといるね、うん、ありがとうです、嬉しい、うん、でも本当に一日だからみんな朝仕事かな、トンネルこう仕事は自分超怖いですね。でもあの僕の工事はあのまず大きい機械が入る前に人力で掘ってるんで、機械が入るまでだから本当に今東海道新幹線が品川駅のところ来ますよね、上下線、そこの本当の真下を掘り進んでます、区間区間で、あれ全部あの僕らが掘ってるんですよ、人力で。オケライダーさんありがとうです。うんうん、本当にもうびっちょびちょですよ。ああそう、椅子もまあ洗濯する、肩も痛くなっちゃうし、洗濯する超やばい。そうです、ありがとうございます。さ、さーくし、パパ見えない。ああ、タイスキ美味しいですよ、東京にもありますね。何、うん、タイスキ、タイスキ、うん、タイのすき焼き、美味しいです。ママモレツキ野菜いっぱいある、うん、あ、ハメグレさん登録お願いします、いつも見てください。あ、これラッティソワ、そうです、力さんは仲間思いですよ。うん、チャタロさん分かってます。パパこれ何、気持ちが通じてますから。パパこの人ラッティソワおやすみだって、おやすみなさい。ショアピエールさんおやすみなさい。橋本駅から東京駅、品川から橋本駅だったかな、あ、名古屋、あ、そう、橋本は途中の駅だ、名古屋、とりあえず名古屋から品川ですかね、40分ですよね。1区間入るのが、だいたい中に入るのが4人、5人入りますね。で外であのベルコンから土が出てきたのをトンパックに入れて運び出す人が2人ぐらい、3人ぐらい。ノブ、これね、ノブ人、うん、パパ仕事何人でしちゃった、あ、ハミグリさんありがとうございます、嬉しい、ハミグリさんありがとうです。ん、タイのあえたあえでゾン、あ、スゴネコさん、僕もタイでゾウに乗った時あります、ゾウ、エレファント、あー、そうそう、エレファント乗るでしょ背中に、うん、でも
本当に言われたいタイ人は乗らない、あなんかみんな外国人旅行と聞いて、ルークさんおやすみなさい。どうも。あ、チャンネル登録ありがとうです。ありがとうございます。あ、ハメグリさんグッドボタンありがとうです。うーん、あ消えちゃう。みんな優しい。おやすみなさい。ユウさんおやすみなさい。ケントさん、徳武くんいい男、そうです、カズマさんいい男ですよ。あ、もうちょっと寝るね、うん、みんなお休みお休みだからね。座業の藤井最弱さん、あ、はじめましてです。うん、もうちょっとでね。今もいいよ、ほんま、うん、みんなお休みだから待って、ま、もうちょっと、もうちょっとしゃべる。パパ大好き、これ本当にパパ3時間もできる。チカは恐怖とかないですか？ないですよ。チカっていうチカじゃないね。はい、亀有メンバーと今度同窓会をするっていう話をね、いただいたので、まあ僕はタイに2ヶ月行くんで、まあその後ですね、まあタイにいる間にちょっと調整してくれたら嬉しいなと思ってます。あとまあ小岩のですね、アウトローの頭と。ライさんありがとうです。そう、小岩の頭の友達とコラボしますね。タイマッサージの子、そうですね、タイ上野にはタイの多分キャバクラもあるんじゃないですか。スゴネコさん、タイのいろいろ行きます。バンコクとかサムイ島、ピスノロー、コーンケン、ガラシンとか。はい、明日また仕事頑張りましょう。すいません、こんな皆さん遅くまで。あと、少し1時15分したら僕もお休みします。本当に楽しくてずっと起きちゃうから、このライブ配信ってやばいっすね皆さん。うん、これこんだけなんかライブ配信してたら、なんかどこも遊びに行かなくてもいい。ちょっとどっかご飯食べに行くのも友達と会わなくて、なんかライブ配信できるお店探してそこで食べながらライブ配信できますね。うん、楽しいね。ママ楽しいね。そう。うん。あとママ。はい、おやすみなさい。そう。昨日はね、僕を見送ってくれたんで。たかちゃん仕事辞めないですよ。2ヶ月お休み。まあ1ヶ月半か2ヶ月休むんですかね。早ければ1ヶ月半で帰ってきます。はい。トラップさん、おやすみなさい。チャトローさん、おやすみなさい。ありがとうございます。もうすぐですね。うん。今日はほんと楽しい。はい。仏教徒です。めぐりさん、昨日ですか？昨日は、パパ、昨日何時帰ってきたっけ ?1 時半ごろ。2時に帰って、2時半。居酒屋で飲んでて。あ、スゴネコさんおやすみなさい。おやすみなさい。うん。先ほどもね、コメントいただいて、田中裕二さんとも、あ、僕は、ヤジリ君もケイゴ君のね、配信で、はい、ヤジリはすごくいい人だと思いますよ。みんな、ま、すごくいい人だと思います。みんな誰か、うん、あ、名前読まない、パパなんか目悪い、ごめんなさいね見えないだから、もう早い。それそう、でもは後で全部読むです。嬉しいです。皆さん明日もう一回ママの、YouTube のあれ貼るんで、ぜひ登録してください、うん、ありがとうございます。お願いします。もうママ、うん、一人。ああ、いいですね。サンボマスターさん、今度パパとママ二人で、うん、こうちゃんのお店行って、うん、二人だけ、うん、で、みんなライブしながらはい、乾杯いいんでしょ時間のところもいいでしょ。いつも二人、本当にいつも二人です。うん、うん、外飲む二人です。ブブさん、ボアカオに切られたら死ぬ。あ、ボアカオ、うん、当たりどころによったら
あ、死ぬのかな。でもすごいプロの蹴りを受けた時ないけど、きっと死ぬじゃないでしょうか。ボカオ、うん、大事だね。うん、バカオ、うん、なんでボカオ、何ボカオいいよ、うん、マスキーのかな。ケントさん、浅草でよく飲みますよ。でも最近は上野の方が多いです。内藤くんと圭吾くんが仲直りしたことがとても嬉しかったです。はい、僕喧嘩したこと自体を途中から知ったんで、もう何でか事情は聞かないです、二人に。なんかもう終わったことなんでね。もう顔いいね、うん、ママね。そうはい、翔さんありがとうです。嬉しいです、そんな優しい言葉を。うん、嬉しいね、ママね。今日いっぱいいっぱいコメントもらったよ。うん、なんか1時間10分、1時間半くらい、20分は、うん、2時間30分くらいですね。家に Wi-Fi がないんで、Wi-Fi 買おうと思うんですけど、もうタイに行くからいいかなと思って、もうタイで Wi-Fi つけようかなと思ってる。まさゆきってどこかわかんないんですね。どこですか？まさゆきってどこにあるの？行ったことありますか？どこだろう、まさゆきって。どこですか？タイの？うん。もう一回言って。タイじゃないよ。マサイキってお店のことを言ってるのかな。いや、アメグリさんまだ、この前作ったんで、2、3日前にまだ、20人ぐらいしかいないんです。焼肉です。あ、焼肉じゃない、永住しない、永住、これ焼きじゃないの、何それ、焼肉。あ、やつ正しいのね。そう正しい、うん、覚え、あ、はい、長瀬さん約束してください、ありがとうです。一緒に飲みましょう、うん、なんか美味しいの食べながら。もうすぐあと5分。そう、まさゆきググってみます。まさゆきメモしとこう。富士大木マサユキ、アイナダファンディナ、はい、おやすみなさい、ファンディナ。マサユキってね、焼肉。マサユキ、マサユキメモりました。でもコメントもなくちゃ。あ、でも三河島の、山田屋、三河島のモランボン、僕よく行くんですよ、美味しいし。で、たまにウグイスダニ園ですね。あとはもう西日暮里の、なんだっけな、あそこの焼き、美味しい焼肉屋。はい、翔さん、結婚式の配信もします。あとマーマのお母さんがね、向こうでレストランみたいなやってるんで、んー、はい、もちろん長尾さん忘れないですよ。ラーメン屋さん、ラーメン屋さんね。でも田舎です。マーマさん、奈良です。奈良じゃない、奈良、ありがとうございます。はい、わかりました。エイシさん、他の人のも見習って勉強します。うん、いいね。皆さん、今日はありがとうございます。本当にパパ、朝からもできる。朝からじゃない、朝まで、ごめん。みなさい、スレーデルガスパーさん、ウグサルニエンいいですよね。そうです、仲良しですよ、僕ら。うん、モランボンって美味しいんで、ウグイス、三河島のモランボン、今度行ってみてください。あ、Aさん、そうですね、他の人、うん、穏やかになってほしい。なんかね、揉めてなんとかとか、なんか、うん、揉めて言い合ったりとか、そう、うん、まあ、それを面白いって思う方たちも中にはいらっしゃると思うんですけど、まあまあ、そ、面白いと思ったりもしますよね。テレビ見せても一緒ですもんね、うん、だけどやっぱりね、仲良くしてもらいたいですよね、うん、エースさん、そうですね、RSK さん、
MP 配信ありますか？ MP 配信って何？意味わかりません。教えてください。みんなもうそろそろ、はい、寝るね。もうそろそろ寝ましょう。はい、あと2分。みんな、あと今度またね。ああ、しげさんありがとうございます。ああ、サモマスターさん。僕もよく必ず行きます、休みの日。今度じゃあ、飲みましょう。ぜひお願いします。あ、お疲れさま、エイさんお疲れ様です。皆さん、ママがちょっともうそろそろあれですので、今日はこの辺で。今日もこんなにたくさんの方たち集まっていただきまして本当にありがとうございます。はめぐりさん、寄せます、ありがとうございます。皆さんありがとうございます。また配信しますので、ぜひよろしくお願いします。明日からちょっと仕事なんでね、土曜日まで、金曜日までですね。お疲れ様です。おやすみなさい。おやすみ。お疲れ様です。バンディーナハー。あ、はい、チャンネル登録お願いします。はい、タカちゃん、タイ語僕勉強して教えます。みんなシェー、マイパチンコさん、お疲れ様です。ありがとう、しげさんありがとうございます。ライブ、シェア、はい、サブスクライブ、コップンカープ、はい、ゆうきさんお疲れ様です。あ、サンボマスターさん、またよろしくお願いします。ありがとうございます。おやすみなさい。おやすみ。はい、また近々配信しますので、金曜日まで仕事なんで、土曜日の朝帰ってきてからちょっと寝てからですね、配信したいと思います。でも動画は、アップしてあげますので、よろしくお願いします。おやすみ。はい。